視聴者の皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞハイカラチャンネルをよろしくお願いいたします。新年一発目となる今回は矢口の渡し駅の朝ラッシュの様子をお届けします。ちなみに撮影日は1月の7日の金曜日です。本題に入る前に、ここ矢口の渡し駅の基本情報を解説します。矢口の渡し駅の1日の平均利用者数はおおよそ2万人。東急多摩川線内では、蒲田駅、下丸子駅、武蔵新田駅に次ぐ利用者の多さです。朝ラッシュ時のダイヤは大変豊富で、蒲田方面の場合だと、だいたい3分から4分に1本電車が来ます。池上線と比べると若干本数が多い印象です。ちなみに今回は、並行する池上線との混み方の違いにも着目しながら見ていこうと思います。撮影前日はかなりの大雪だったため、ご覧のように雪が積もっています。お待たせしました。まずは1本目、7時30分発の蒲田行きです。左上に流れている映像は昨年8月の同じ時間帯に撮影した池上駅の映像です。ご覧いただいても分かるように、到着時の段階での乗車率が明らかに違います。前日が大雪だったことや、某ウイルスの感染状況が夏よりマシになっているということもありますが、おそらく下丸子駅や宇野木駅周辺にある高層マンションが関係していると考えられます。最終的な乗車率はそうですね、だいたい 150% くらいといったところでしょうか。7時半でこの混み具合ですから、期待が高まりますね。続きまして、こちらは7時33分発の蒲田行きです。こちらの電車は1本前の電車と比べるとだいたい 10% 程度乗車率が高いように感じられました。矢口の渡し駅は蒲田駅の改札に一番近い一番前の扉付近はホームの幅が非常に狭くなっているため、ご覧のように2枚目の扉や3枚目の扉に乗客が集中する傾向があります。そのため乗車率も1枚目の扉よりも2枚目や3枚目の扉の方が 10-20% 程度高いように感じられました。続きまして、こちらは7時36分発の蒲田行きです。こちら先ほどの2本と比べましても明らかに低い乗車率での入線となりました。これに乗れた人はラッキーですね。ただここ矢口の渡し駅からの乗車はすごいので、結局乗車率は先ほど紹介した2本と比べると 10-20% 程度しか変わっていないように感じられました。にしても後ろの方駆け込みすごいですね。続きまして、こちらは7時40分発の蒲田行きです。1本前の列車から4分間が空いているということもあり、比較的高乗車率での入線となりました。この電車からは1枚目の扉も混み始めるようになってきました。また2号車、3号車付近も混み始めてきており、この列車からがラッシュ本番と見ていいのではないのでしょうか。続きまして、こちらは7時43分発の蒲田行きです。1本前の蒲田行きとあまり変わらない乗車率のように感じられました。ただ画面からは分かりにくいかと思いますが、2号車、3号車付近から乗車する乗客の数が明らかに増えてきています。また同号車付近の乗車率も 150% を超えるようになっており、平均を取ると1本前の列車とあまり乗車率は変わらないように感じられました。続きまして、こちらは7時46分発の蒲田行きです。こちらの電車、到着時かなり高い乗車率での入線となりました。ここ矢口の渡し駅からの乗車も相まって乗車率はさらに上がっていきます。撮影をしていてもかなり圧迫感を感じました。最終的にはそうですね、170-80% くらいはあるのではないのでしょうか。少しずつではありますが、某ウイルス流行前の日常が戻ってきているのかもしれません。皆さん、駆け込み乗車は危ないのでやめましょう。続きまして、7時49分発の蒲田行きです。なんとですね、この電車7時46分発を超える乗車率での入線となりました。そして矢口の渡し駅からも大量に乗り込むため、もっと乗車率が上がっていきます。この電車は見かけだけの混雑ではなくて、中までびっちりとした混雑となっていました。ご覧のように1号車で乗ることを諦めて2号車や3号車に乗る人も多くいます。2号車や3号車付近も 160% 程度はあったように感じられました。地獄絵図を見せた列車から4分も差が開いて混まないわけがありません。ということで、7時53分発の蒲田行きです。こちらおそらく今回の動画での最混雑列車と思われます。左下に出ている映像は同じく池上駅の階での最混雑列車である7時59分発の蒲田行きです。
こうして見てみると、池上線よりも玉川線の方が混むのだなということがわかります。池上線の乗車率は最終的に 160% 程度ですが、こちらは 180% 近くあるように感じられます。ご覧のように手荷物も挟まり、再開閉が行われています。続きましてこちらは7時56分発の蒲田行きです。到着時の段階ですでに 170% 近くある乗車率ですが、人というものは意外と乗れてしまうものです。ご覧のように最終的にはぴったりと収まっています。続きましてこちらは7時59分発の蒲田行きです。玉川線は路線の長さが短いということもあり、数十分で往復してしまうようです。そのため7時30分発と同じ車両が使われています。しかし乗車率は7時30分と比べると格段に上がっています。最終的には 180% 近い乗車率を叩き出しました。続きまして8時2分発を1本飛ばし8時6分発の蒲田行きです。矢口の渡し駅は降車が少なく乗車がほとんどなため、ご覧のようにドアが開くのと同時に大量の乗客が乗り込んでいきます。最終的な乗車率は先ほどの列車と同等レベルではないのでしょうか。1号車の乗車率が高くなるにつれて、2号車、3号車付近の乗車率も高くなっていきます。ご覧のように大量の乗客が乗り込んでいきます。続きましてこちらは8時9分発の蒲田行きです。時刻も8時を回り、都心までの移動時間を考えますと、そろそろピークからは外れる時間帯です。しかしこの玉川線では人の波が退く気配が一向にありません。もしかして蒲田までの通勤者も多いのでしょうか。気になります。続きましてこちらは8時12分発の蒲田行きです。この電車なぜかですね、1号車の乗車率よりもですね、2号車付近の乗車率の方が高いように感じられました。とは言っても1号車付近もなかなかに高い乗車率なんですけどね。2号車の2枚目の扉、乗車に少し苦労しているようですね。まあそれくらい混んでいるということです。続きましてこちらは8時12分発の蒲田行きです。この電車ドア付近の乗車率はかなりすごいのですが、中ほどの乗車率がですね、若干低いように感じられました。最終的には見た目的には 160-70% 程度ありますが、実際はまあ 150-60% 程度といった感じでしょうか。この後も観察を続けましたが、やはり見かけだけの混雑となってきたため、今回はこの列車が最後の紹介となります。8時25分発の蒲田行きです。今回の動画はいかがでしたでしょうか。11月、12月と某ウイルスの感染状況も落ち着き、日常を取り戻しつつありましたが、ここに来てまた某ウイルスが猛威を振るい始めています。果たしていつになったら某ウイルス前の水準の混雑に戻ることができるのでしょうか。そういうわけで今回は矢口の渡し駅の朝の様子をお届けしました。また次回をお楽しみに。本日もご視聴ありがとうございました。